今日の和樹さん、はい、えー、っと今やってるのは奈良ロケの撮影のやつかな。料金いろいろ。うん。幸せが続いて頭が朦朧としてますが、<laughs> やらないといけないので頑張ってます。うん、硬い話が苦手だね。はい。 料金表がだいぶわかりやすくなったかなと思うので、お疲れ様です。はい。もう頭が回りません。<laughs> プランナーさんってすごいな。そうやね。なんか。あの、あ。うん、そんな三軒四軒五軒とか普通に打ち合わせしてはって。うん、それも一年中してはんのやろそうそう。絶対無理や。和樹さん向いてないね。向いてない。 頭の中が沸騰してます <laughs> 私は向いてる方やな、はい、全然違う方やもんなバイバイはいは